皆さんこんにちは、ユリアと申します。それでは学園祭の王子様実況プレイやっていきましょう。こんな短時間にここまで修理できてるというところで前回終わったので、この続きやっていきましょう。あ、おかえりなさい。どうでした？許可は取れたよ。午後11時まで OK だってさ。ほう、よくそんな時間まで許可が取れたな。そりゃ私が何度も何度もお願いしましたもん。かなり強引にお願いしたんだけどね。時間が取れたのはすごく助かるよ。ありがとう。いえ、私にできることをやっただけですから。とにかく時間は取れたのね。あとは制限時間内にどこまでやれるかなのね。よし、今日中に修理できなかったら僕は一生女の子と手も握れない。出ましたね、ケンタロウくんのこの宣言は。何それ。ケンタロウはああやって自分にプレッシャーをかけてるんだよ。プレッシャーのかかったケンタロウはすごいぞ。あ、資材のリストアップの方は済みましたか？ああ、これだ。意外と再利用できるもんですね。ああ、でもこれガスコンロか。はい、2台ともダメなんですか？いっちゃんが言うにはパーツをうまく使えば1台はなんとかなるそうだ。じゃあ、あと1台。わかりました。確認してきます。頼む。忙しいな。よう、どうだった？ごめんなさい。もう1台はどうしても無理だそうです。この役立たず。そうか。いや、お前が謝る必要はない。よくやってくれた。どうする？焼きそばと焼きもろこし。メニューをどっちか一つにしないと。だが、材料の問題も。今からキャンセルするのは難しいと思うのね。もうトウモロコシ焼きそばの中に入れちゃおう。参ったな。こいつは難問だ。よその模擬店から借りることはできないの？いや、ここでタコにね、借りを作っちゃうのも。よその模擬店でもいくつか台風の被害に遭ったところがあって、ガスコンロは不足してるんです。そうか。あ、ん？どうしたの？確かあれがありませんでしたか？あれってなんだろう。調理室から持ってくんの？あれ？テニス部の部室に。そんなのあんの？部室に。あ、何、毎回バーベキュー大会でもやってんの？七輪か。ああ、なるほど。それで潮干狩りとかやった時にそこでつぼ焼きとかやるわけか。そう、それです。で、なんで主人公はテニス部の部室のこと知ってるの？なるほど、確かに七輪なら焼きもろこしには最適だ。うん、部室には3つもあるしね。いや、置きすぎでしょ。けどよく知ってたな、テニス部に七輪があるってこと。放課後にテニス部からよくいい匂いがしてたから一度気になって覗いたことがあるんです。ごめんなさい。いや、謝らなくたっていい。しかし、これでなんとかなりそうだな。それじゃあ、早速学校に行って取ってくるのね。俺も行こう。そうか、こっから学校って結構あるんだよね、距離が。ダメで、燃料の炭忘れるなよ。そうだよ、それ忘れちゃったらね、何もできないから。炭を忘れたらすみません。わ、来るよ、バネさんの一撃が。ドア、バネさん、今のはマジヤバいって。いいから、とっとと行け。やっぱゲーム版ではバネさんちょっと優しいね。言葉にトゲがない。やった、
あ、いいじゃん。なんか海とか近くにありそうな感じ。ああ、これでほぼ元通りだね。よかった。これであとはいっちゃんたちが。おい、持ってきたのね。あ、おかえり。うん、これであとは最終チェックだけだね。時間は10時半か。間に合ったな。よかった。終わったのね。よし、これで完璧だ。みんな本当にお疲れ様。そういう君もね。あ、よくやってくれた。お前がいなかったらどうなっていたことか。まあね、七輪のアイデアを出したのは私だってことを忘れないでくださいよ。おっと、そろそろ時間なのね。帰らないとまずいのね。そうだよ、中学生がこんな時間まで起きてたらね、明日の慰労会ちょっと大変なことになるから。みんなで駅まで帰ろう。ああ、みんなで一緒にね。はい。やっぱ六角はみんな仲良しだよね。今日は大変だったな、疲れちゃった。早く寝よう。なんか六角は声優さん同士でも仲いいみたいですね。六角で集まったりするっていうのをラジプリでずっと昔に聞いたことがあります。金曜日だよ。プールで慰労会か。もう何回目だろ。慰労会は午後からだし、みんなの様子を見てこよう。サエさんは最終チェックでもしてんのかな。サエさん、何してるの。あ、びっくりした。君か。いや、この慌てよう、もしかしてつまみ食いしてた。かき氷作ってますよね、売り物の。みんなには秘密だよ。君と俺、二人だけの秘密だ。いや、使ったっていうさ、形跡が残るよ、これ。どうしよっかな。黙ってられるかな。君には大盛りサービスだ。ありがとうございます。もちろんこのことは、はい、秘密です。シークレット。いいね、こういう二人だけの秘密っていうの。じゃあ、あまり話せてない。旅で行くか。旅で昼寝？ん？あ、お前か。昼寝はいいけど、寝過ごさないでね。午後から慰労会なんだから。うい。いよいよ水泳大会も最後の種目、水中騎馬戦のスタートです。本命はやはり六角柱でしょう。まるでさ、世界陸上とかさ、オリンピックのノリじゃないこれ。勝つのは氷点です。なんかいつもよりさ、歓声がすごい気がするけど、気のせいかな。おっと、解説のカバジさんは氷点が一押しのようです。さあ、試合開始です。試合は大混戦。しかし六角が一歩リードしています。あ、六角は赤い帽子か。じゃあ富士先輩のところと味方敵てか、左から六角正確正確正確だよね。正確同士で戦ってんのこれ。あ、でも一人が一番になればいいってことだから、クラスも組も関係ないか。サエさん、頑張ってください。おっと、ここでサエさんに心強い応援だ。あ、やっぱりチームだから、ケンタロウくんもサエさんって呼ぶんだね。これはサエさんも張り切るしかないでしょう。よし、
応援が聞こえたのか、サエさん動きにキレが出てきた。他のチームも負けてはいない。まだまだ盛り上がりを見せています。カバジ、嘘しか言わないよ。たまにいい一言言ってくれんのに。これで全ての競技が終了しました。果たして優勝は誰の手に。そして屈辱の再会は一体誰か。大体想像はつきます。では結果発表です。優勝は六角柱佐伯小次郎。おめでとう、佐伯さん。やった、すごいですね先輩。柄が入ってる。え、六角の柄なんてあったっけ。あ、よく見たら六角形だ。すごい。ありがとう、君の応援のおかげだよ。あ、これは着ボイスに一言お願い。着ボイスって今ないのかな。先輩の実力ですよ。お疲れ様。その力を引き出してくれたのは君だよ。そんな、そんなこと言ったら私調子に乗るからやめといてよ。うわっ、なのね。やっぱ合尾は必ず言うんだね。今のってありゃ、ビリはいっちゃんだったのか。ビーチバレー大会の時はうまく難を逃れていたのにな。うん、昔すぎて覚えてないよ。水泳大会楽しかったな。明日はいよいよ学園祭か。いよいよ学園祭、うまくいくといいな。じゃあここも同じなので飛ばしましょう。跡部様の司会があって学園祭は開幕しました。アトラクションは午後からだから、どっかを見に行こうかな。でも大体見たんだよね。見てないとことかあったっけ。さあそうだな。じゃあ近くのカイドウ先輩のとこ行くか。金魚すくい、面白そう。1回100円だ。やるか。はーい。俺、ポイとカップ。よし、やるならあのデメキン狙わないと。えいなってねえな。あー残念。よし、もう1回。ダメだな、そんなんじゃいくらやっても救えねえ。じゃあ手本見せてくださいよ。いいだろう、よく見とけ。ブーメランスネーク。隣の模擬店にかかってるからだから。隣の模擬店、何ここの。どうだ、私には無理です。諦めます。それに苦情が来る前にここから立ち去ります。大丈夫。あ、やばいんじゃないこれ。絶対さ、左側に水飛んでたからさ、赤矢が赤目モードになっちゃうよ。へえ、綿菓子屋か。いらっしゃい。甘くて美味しい綿菓子だよ。一つくださいな。毎度。はい、ちゃんと離さないで持っててね。え、あ、離しちゃダメだって言ったのに。綿菓子が飛んでっちゃった。袋の中にヘリウム詰めてんの。へえ、やるな。え、こういうこと言うさ、評定の選手いたよね。あ、滝くんだ。カイドウ先輩と同じ声。これより各テニス部有志によるアトラクションコンテストを開催します。司会進行は六角中の1年生部長青井健太郎でお送りします。あ、始まった。さて、立ち切り隊はどんな感じかな。
ドルじゃんこれ。ほらファンも増えるよこんなんやっちゃったら。いやこれはいそうだね、韓流とかにいそう、 K-POP とか。今2人になっちゃったけど東方神起とかいそう。サイ先輩頑張れ。だから頑張れっていうのはどうなんだろうね。これはさ PPH とかでいいんじゃないの。やあ、やっぱり来てくれたね。そりゃあさえ先輩が出てるんですから当然です。ありがとう、おかげでこっちも気合が入ったよ。いえそんな。そうだ、結果発表まではまだ時間があるし模擬店でも見て回ろうか。そうですね、それじゃ行こうか。はい。あ、藤井優太の方か。じゃあまずこっち側から終わらせていこう。藤井先輩と幼馴染ってことは優太とも知り合いだよね。喫茶店か、結構おしゃれな感じだよね。そうですね。ああ、佐伯さん。やあ、優太くん、ここは君たちセールドルフの模擬店かい。そうっすよ、入りますか。あれ、お知り合いなんですか。うん、練習試合で一度ね、俺がボロボロに負けたけど。いやそりゃないでしょ、サイさん絶対手抜いてない。だってさ、どっちかっていうと、あーでもアンダーセブンティーンに選ばれてるユータの方が強いのかな。え、アンダーセブンティーンにさ、サイさんいないよね。いなかったよね。そこ曖昧なんだけど。聞きましたよ、俺のこと気遣って負けてくれたって。ほらね、そこさえさんの優しさが出ちゃってるよ。いやいや、君は強かったよ。いえ、佐伯さんが本気出してたらどうだったか。私さえさんの必殺技は知らないんだけど、ちょっと次回までに調べておこう。どうしました、ゆうたくん。また来たよ。おや、また来たよ。水木か。よくいらっしゃいましたね。どうぞお入りください。君、何か企んでないか。まさか、うちはごく普通の喫茶店ですよ。悪いけど遠慮するよ。あー先輩、さて次は柳先輩のとこか。この二人面識あったっけ。甘味どころね。女の子はこういうの好きだよね。そうね、でも私が一番好きな甘味どころはやっぱ三橋かな。先輩はどうなんですか、こういうところ。一人じゃ入りにくいね。いやこの前近所の甘味どころ一人で入っちゃった。けどなんだろう、人が少ない時に限ってみんなさドアの方見るよね。あれ嫌なんだけど、私そういうのが自分がされて嫌なことがあるから、なんかたとえ人が少なくてもドア開けてカランカランってなっても私はドアの方を見ないようにしてる。携帯に集中してます。いらっしゃいませ。あ、柳。ということはここは立会の模擬店か。ああそうだ、入らないのか最近。女性をエスコートするにはいい店だぞ。だってさ、どうする。でもカロリーが高そう。そういうこと言わないで。心配はいらない、そういう事態も予想済みだ。カロリーゼロのところてんもメニューにある。どうした佐伯、普段のお前ならば強引にでも女性を誘うはずだが。え、嘘、そんな人だった。
え、サエさんさ、結構そういう人だったの？サエさん実はチャラ男？あのな、余計なこと。どうしよう、もうサエさんがチャラ男にしか見えなくなってきた。柳先輩なんてこと言うの？今まではさ、爽やかイケメンの紳士的な人かなと思ってたら、その一言で一気にその紳士が崩れてチャラ男になっちゃったよ。ああ、そうか。この行動パターンの違いは、お前がその子を。ストップ。温暖化。これ以上ここにいちゃ何言われるか分かったもんじゃないね。行こう。はい。どうやら当たりのようだ。さすが柳先輩、勘が鋭い。9月3日夕方。そろそろ結果発表ですね。というところで今回は終わりにしたいと思います。次回佐伯先輩ルート最終回です。乞うご期待です。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。